ロミオ・アイ・ジュリエッタの代表的なハマキ、チャーチル・ロメオ・イ・フリエタとは、キューバ共和国で生産されている、ハマキの銘柄の一つである。スペイン人実業家が1875年頃に発表した後、1903年に正式に、ロメオ・イ・フリエタ専門の工場を設立して、ブランドを確立した、歴史の長い老舗ブランドの一つである。 ロミオとジュリエットという名前の由来は、葉巻工場ではシガーを巻く職人たちが退屈しないよう、様々な物語を朗読する職種のレクターがおり、この小説は彼らが読み上げる物語の中でもタバコ巻き職人たちによってお気に入りの読み物の一つであったことに起因する。当時はスペイン市場への供給を目的としていたが、現在はコイバ、パルタガスやモンテクリストと並び、 キューバさんを代表するハマキとして世界的に認識されている。その名の通り、二人がベランダ越しに恋心を語る有名なシーンのイラストをトレードマークとしている。メディアなどでの露出も多く、ソフトな香りをイメージさせるが、ミディアムボディからフルボディの濃い味わいが特徴とされ、比較的強めの中級者向け銘柄とされている。下記の表記は代表的な銘柄だが、 小さめのペティコロナサイズ、木箱入りのミニシガリロまで種類は豊富である。ありがとうございます。